新刊。何が何でも長編小説が書きたい。大絶賛発売中。鈴木喜一郎作家ラジオ。今日は、今日のテーマは、超初級。最初の一作が書き上がらない。規定枚数に届かないうちに終わる。今日は、えー、 超初級シリーズ。大好評。<laughs> 超初級シリーズでとりあえずつく、つけてるだけで、実際どうなるかちょっとまあわかんないけど、まあいいや。リクエストが、もっと続きが聞きたいですっていうリクエストがあったら続きをし、続けていきます。えぇ、ー、最初の一作が書けない人向けの話です。えー、規定枚数に届かないうちに、 終わっちゃう。これはな、なぜでしょうかって今、まあ、そんな話ですが、起、えー、こあ、規定枚数に届かないうちに終わる。あっという間に物語が終わってしまって、規定枚数に達しない。ええー。っていう、まあそんなような、これとてもよくある現象ですけども、まあそこら辺の話、です。 で、なぜそういうことが起こるかというと、で、まあ、身も蓋もないこという話をすると、書くことがないからです。で、この書くことがないから書けないっていう、書くことがないから書,書けないんだ。で、この書くことがないっていうのは、まあ、大きく分けて大体三つぐらいの要素がある。その一は、 書き上げるだけの取材をしていない。その2は、書くためのシーンの 5W11 を把握してないから書けない。その3、ストーリーだけを作って登場人物を作っていないから書けない。んです。んで、まあ、その1の、 書き上げるだけの、書き上げるだけの取材をしてない。まあ、これはもうその通りだよね。ま、あ本当に、あの、つまりこれどういうことって聞くと、まあ、そこで行き詰まるって言葉を、っていうか言葉に詰まることって結構ありますし、つまりこれどういうことって聞いてもわかんないこと結構あります。まあ、ここら辺の話はまたそのうち、 リクエストがあったら詳しく書き、話をします。えー、そのに、各シーンの 5, 5 w 1 h を把握していない。まずそういうことです。この、各シーン、そのシーン、まずさ、ちょいちょいあるのが、シーンと字の文と、そのセリフの区別がついた人結構いるので、あと、それからその場の説明とね、 これも話し出すと長えよな。えっ、ー、と、まあ、要はね、そのシーンの話だよ。で、そのシーンに、シーンに、そのシーンはいつのシーンなのか。5W1H って話をしてるね。そのシーンで、えー、いつのシーンなのか。どこのシーンなのか。 そのシーン、その場所に誰が、誰と誰がいるのか、で、そのシーンで何をしているのかっていうことが、著者自身が把握していないこと、結構あります。えっ、ー、と、テレビや漫画の場合、テレビとか映画だとか、漫画の、だとかの場合だと、パッと、お 開けた瞬間に、見せた瞬間に、その場所の 5w11、いつどこで誰が、その、えー、そこに誰がいるかということは、これ分からないと映像そのものが成り立たないので、その、まず映像で示す、そしてその映像で衣装だとか背景だとか、映像だとか画像、ね、えー、だとかで、そこら辺の、 衣装や背景などを工夫してパッとわかるようにしてやる。っていうかもう把握しないとそもそも書けないから。で、小説の場合だともう主人公のセリフを言うだけでまあそれで済ましちゃってることが結構ある。で、著者本人にこれどのシーンとかって確認してもよくわかってないことすごくあります。 すごくシンプルなんだけど、著者自身がそのシーンについて考えていないのだから、考えていないことは書け、考えていないことは書けないし、考えていないから書くことがない。よね。それからと、ストーリーだけを作って、三つ目ね、ストーリーだけを作って登場人物を把握してないっていうところ、結構あります。 え、ストーリーだとか、プロット作りって必ずみんな言う。で、こう、うちの受講生からも進行報告を受けるときに、いや、これからプロット作りますとかっていうふうに,に言う人っていうのは結構いるんだけれど、これから同情人物をざっと組んできますとかっていう人っていうのはあんまりいないです。で、ツイッターなどでこう、 小説の書き方のツイートをの並べるときにストーリー作りだとかプロットについては書くことにののついて述べると話をするとリツイートをよくされるけれどそうじゃないものってそれほどでもないその小説を書く人は本当にストーリーとプロットの話ばかりして登場人物について ほとんど関係、関心を持たない。んだけれども、すごく大事なことですが、ストーリーというものはっていう、あの、登場人物が、どんな人生経験を積んだ登場人物が、どういう事件に遭遇すると、どういう反応をするかということで、ストーリーって生まれていくるんだけれど、そういうことを全く考えない。 自分の頭の中で考えているので、そうすると、こんな人生経験を積んだ登場人物がこの事件に遭遇したら、どういうふうに動くだろうかっていうことについて、反応が単純なので、人物を動かすということがないので、書くことがなくなっちゃうのよ。つまり、自分の頭の中だけで考えているということは、 どんなに登場人物がたくさんいても、それは、その何も考えていなければ、それは著者が一人で動いているのと同じことなので、どうしても動きは単調になるよね。ということです。それからもう一つ、登場人物の生活を、性格を作っていないいないと、登場人物の生活を、性格ね、性格をきちっと作っていないと、 登場人物が何人かいる場合に、てか何人かい,い,いなきゃいけないんだよ。で、全員が違う反応、違う性格、違う行動でなければ、登場人物間に対立だとか葛藤は生まれない。ね、対立や葛藤が生まれなければ、それを乗り越える苦労もない。です。ということ、そうすると、うん。 対立や葛藤がなくて苦労がないから書くことがなくなっちゃうのよ。<laughs> ということです。<laughs> で、まあ、こういう具合に、まあ、もう一度繰り返すと書き上げるだけの取材をしていない。各シーンの、5W1H を把握してないから、 把握しておらず、それについて考えていないから書くことがない。そして、ストーリーだけを作って登場人物がどういう人物なのか、把握していないから書くことがなくなってしまう。そして、という具合に、3つの事情から書くことがないから、規定枚数に足らなくなってしまうという、風です。えー 来て、枚数に足りないよって言って、ひ、あの、ひ、ひいてそこな、あ、損ななた。もう一度、その、足りない作品のシーンだとか、登場人物だのについて、もう一度、改めて、洗い流すこと、あ、洗い、見直すこと、洗い出すことだね。見直すことをお勧めします。この番組では、あ皆様からの ご意見ご質問をお待ちしています。マシュマロという質問箱を用意しましたので、概要欄からアクセスしてください。鈴木喜一郎小説講座では、随時受講生を募集しています。え全国屈指のプロデビュー率、プロデビュー率じゃねえな、プロデビュー実績だよね。率どころじゃないな。えー 江戸川乱歩賞だとか、横溝聖書だとか、大溜物新人賞だとか、うん、まあ、そんな感じで、えー、受講生が優秀なので、先生はちょっとわかんねえな。まあいいや。<laughs> というふうなので、うん、まあ、詳しくは概要欄から、概要欄にリンクを貼ってありますので、そこからアクセスしてください。 というところで、今日の鈴木基一郎作家ラジオ。そんなところで、ではではでは、失礼します。